こんにちは、粟田洋介です。私の過去の動画をご覧になった方はご存知だと思うんですが、私には2匹の最愛の猫がいました。実は2ヶ月前に1匹、そして2週間前にもう1匹も亡くなってしまいました。こういうことはあまり公開したくなかったんですが、いつも動画をご覧いただいている方の中には、うちの猫たちを見るのも楽しみにしていた方がいらっしゃると思ったので、やはりこの悲しい知らせをすべきだと思いました。ということで今日はアートとは関係ないんですが、ペットロスのお話を少ししたいと思います。といっても私自身のお話なんですけど、まあ最初に猫が亡くなって1週間ぐらいの間はもう誰にもそんな話をしたくないし、まあ猫が亡くなったことを知っている人にもちょっとこの話は当分しないでほしいということでお願いしていたほどです。そんな感じで立ち直るのがすごい大変だったんですけど、今はもう大丈夫です。なぜなら2匹の猫がこのペットロスを通じて大切なことを教えてくれたからです。猫が亡くなった時に気づいたんですけど、そういう風に考えると余計悲しくなるっていう行為がいくつかあったので、ちょっとペットロスで苦しんでる方いらしたらちょっと参考にしていただけたらと思います。それは後悔することと、生前あったことでも今はもうないということと、あとは中途半端に悲しみを我慢しちゃうってこと、それから年齢の数字を数えるということです。まあ私の場合ということですがね、一つ目の後悔するってことは、もしあの時こうしていたらとか、こうしていなかったらとか、そういうことなんですけど、考えたところで亡くなった猫が戻ってくるわけでもないし、違う選択をしたからといってそれがいい結果を導いたとも限らないし、どうしたらどうなったっていうのは本当誰にもわからないことなんです。だから過ぎてしまったことを悩んだり考えたりすることに意味ないし、それはただでさえ悲しいのに余計悲しくなっちゃうんですよね。そういう風な考えってね、浮かんできちゃうんですけど、そういう風に考えないようにしました。それから生前あったのに今はもうないっていうことなんですけど、例えば毎朝目を覚ますと隣に猫がいたのにもう今いないとか、家に帰った時にいつもドアのとこでお出迎えしてくれたのがもう今は誰もいないとか、他にももう数えきれないほどのことがあるんですけど、そういうふうに考えると余計悲しくなってしまいます。だから猫がいない今をどういうふうに楽しく生きていくか、どういうふうに楽しい人生を送っていくかということを考えるようにしました。それから中途半端に悲しみを抑えるということなんですけど、私の場合悲しくなって涙が出て、でもそれ以上泣くことを無意識になんか抑制していました。で、最初に猫が亡くなった時はなんか急に悪い痩せ方をしたり、なんか胃が痛くなったり、ストレスだと思うんですけど、そんな風になってて、なんか悲しみが全然消えないんですよね。でも一回大泣きしたんですよ。そうしたらスッキリして、まあ悲しみは消えないんですけど、なんか必要以上に悲しくなくなってきたという感じでしたね。あと年齢の数字を考えるということなんですけど、なんか周りで20歳ぐらいまで生きてる猫っていう話をよく聞くんですよね。で、なのでうちの猫も20歳ぐらい生きるのかなとか、それ以上生きるのかななんて思っていました。だから16歳半とか17歳っていう、まあ早死にではないんですけど、なんかそういう20歳とかって考えると随分早死にしたような感じで、なんかそれも悲しくなったって感じなんですけど、まあ人間の年だと82歳とか85歳で早死にではないんでしょうけど、たとえもっと短い期間だったとしても、年齢の数字ってただの数字で、人生をどう生きたとかの方が大切なんじゃないかと私は思っています。で、うちの猫たちは楽しく生きてくれたんじゃないかなと思っています。そんでもう一つ、まあこれは特に悲しくなる行為とかじゃないんですけど、無理して頑張る必要はないっていうこと、時には無理して頑張るっていうのが無駄だっていうことですね。どっちの猫にも言えるんですけど、頑張って治療をするとか、そういうことも絶対治るんだったら頑張った方がいいけど、でもそうじゃない場合は、苦しい思いして生きているよりも、もう楽しむ、人生、残りの人生楽しむっていうことを、例えば食べたければ食べて、寝たければ寝て、食べたくなければ食べなくてとか、そういうことですね。今現在この瞬間、自分が望む生き方をすればいいんじゃないかと私は思います。そんな感じで必要以上に後悔せず、過去と現在を比較することもなく、これからどう生きるかだけにフォーカスしていく、それが最後に2匹の猫が私に教えてくれたことです。それで今まで猫がいたからできなかったことって結構あるんですよね。
もちろん猫がいた時にそういうことができないことに不満を持ったこともないんですし、猫が生きている時はいつかこういうふうにこの世を去っていく時が訪れるってことはいつも理解しながら、猫が生きていることに感謝しながら生活していたので、まあ猫が生きている間はものすごく幸せだったんですけど、猫が死んでからも幸せだし、違う生き方もあるし、今までなかった自由っていうのがこれからはあるので、そういったことをこれから楽しんでいこうと思っています。今後猫を飼うかっていうと今はちょっと考えられないですね、そういうこと。でも例えば野良猫がうちに入ってきたとか、そうしたらその野良猫を飼うことになるかもしれないですけどね。というわけで、前回の動画から猫が出てこなくなりましたし、今後も出てくることはありません。でも YouTube 自体は続けていきますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。